ヤマハ XZ は日本のオートバイメーカーであるヤマハ発動機がかつて製造販売していたオートバイである。日本国外向けの 550cc クラスと当時の日本国内での免許制度を考慮した国内向け 400cc クラスの2機種が1982年3月に発売された。カラーリングは銀、黒、赤の3種類。 1982年8月には YSP 限定使用者としてフェアリングモデル XZ400D も投入された。カラーリングは赤白、青白の2種類。1983年2月にはエンジン形式を変更したフェアリングモデル XZ550D が国内で発売された。モデルとしてはロードスポーツに分類される。駆動方式は シャフトドライブを採用。安定性に優れ、長距離ツーリングに向いている。搭載されるエンジンは、いくつを採用した、水冷、同飛部型に起動。500cc モデルと 400cc モデルで、同じ車体を使用しているため、当時の 400cc クラスとしては大柄な車格を、している。ヤマハ公式サイトにおける紹介では、スーパースポーツとしている。 ネイキットの語句が1990年代以降に普及した用語である点と2000年代以降のスーパースポーツの語句がかつてのレーサーレプリカを指す用語となっている点から本記事内ではオンロードスポーツモデルとして扱う。ありがとうございます。